花粉レスキュー版のアグリインターナショナルがお送りする花粉情報です。今日の花粉は少ないですが、明日以降は南関東でも花粉が飛び始めそうです。お天気ゆっくりと下り坂です。ただ雨が降り出すのは夜遅くになってからでしょう。まだ花粉の量は少ないですが、目が痒くなるなど症状の出る人が増えてきました。早めの対策を。明日は朝のうちまで雨が残りますが、お天気急速に回復して日中は桜が咲く頃の陽気になり、南関東では少し花粉の飛ぶ量が多くなりそうです。以上、花粉情報でした。私たちは花粉レスキュー版。耳の裏側、鼻のポイントにピタッと貼るだけ。チタン、竹炭、天然石の3つの自然エネルギーの力でスッキリ爽やか気分。眠くならないので車の運転、お仕事中も安心。花粉レスキュー版はお近くのドラッグストア、大手スーパーなどでお求めください。住まいのパートナー、エステート白馬がお送りする文化放送ニュースです。一般市民3人を含む4人が射殺された前橋市の拳銃乱射事件で、群馬県警は今日、出頭してきた指定暴力団住吉会系組幹部の土井春雄容疑者43歳を逮捕しました。土井容疑者はこれまで曖昧な供述を繰り返していて、身代わりで出頭した疑いがありましたが、関係する都内の組事務所の捜索や拳銃2丁が押収されたことなどで容疑が固まったとして、群馬県警が逮捕に踏み切りました。土井容疑者は出頭してきた時、片荷を3人もやってしまい、放火無理することはできない。自分も他のところから狙われるかもしれない。覚悟して出頭したと話していたということです。史上最多の29の国と地域が参加した青森冬季アジア競技大会は今日、閉会式を迎え、8日間の幕を閉じました。韓国と北朝鮮は開会式と同じように合同で行進しました。今大会で日本は金メダル争いでトップの24個を獲得しています。次の冬季アジア競技大会は中国の長春で開催されます。今朝6時半過ぎ、茨城県土浦市川口の霞ヶ浦の遊覧船の乗り場で、釣りに来ていた人から釣り針に遺体が引っかかったと110番通報がありました。警察の調べによりますと、遺体は男性で、年齢は20歳から30歳、水死したものとみられ、死後およそ1週間くらいだということです。今日午前0時半ごろ、茨城県高萩市高萩の無職鈴木健さん66歳の家から火が出て、焼け跡から鈴木さんとみられる男性の遺体が見つかりました。鈴木さんは一人暮らしで、警察などで身元の確認と火が出た原因を調べているということです。以上、文化放送ニュース、鈴木純子がお伝えしました。ありがとうございます。エステート白馬でございます。住み替え、輸入住宅はお近くの白馬へ。足元の芸術、スタンプクリートも取り扱っております。お問い合わせは0120-8入れ白馬。あー、食った食った。8のつく日はお米ご飯の日。安さに挑戦、2期の菓子。上野アメ横、2期の菓子。2期の菓子。コスモ石油ボイスオブザアース2003グローイング二村英二のバイオリンコンサート開催。テーマはグローイング、育む。日本人として初のユネスコ平和芸術家に任命された二村英二のバイオリンの音色に耳を澄ませば、私たちコスモ石油の思い、地球の静かな育みがきっと聞こえてきます。3月19日19時開演、清居ホールにおいて。詳しくは東京 03-5478-8456 国際音楽交流研究所まで。コスモ石油。氷川きよしコンサート2003、2月22日立川市民会館アミュー立川、2時と6時半からの2回公演。チケットは全席指定 S6500円、 A5500円で好評発売中。 03-5333-2890 A&A チケットセンターまで。一日車検が安い。トバック、トバック、車検のトバック。スジャータ、スジャータ、コーヒーにスジャータ。スジャータが4時をお知らせします。
いや、今ニュース聞いてたら、釣りをしてたら、釣り針に遺体がかかったっつってたな。おお、どうした怖い。しかも、死後一週間ぐらい経って。なあ、そんなことあるんだね。だってさ、最初、来るまでわかんないわけだから、なんかすごい大物が消えると思うんだから。そうだと思って、一生懸命。これで来たら遺体だったら、腰抜かしたよな。君そういう経験ない？ないですよ。俺も釣りはあんまりしないからだけど、それを弱っ、そういうこともあるんだね。だからやっぱちゃんと何かこう引き寄せてくれるのよ、やっぱね。驚いちゃうな。まあそんなこんなでね、はい、まあニュースに驚いてましたけど、あっという間にもう2月もね、はい、もう1週間経っちゃった。なんか普通に、ね、なんか当たり障りのない、そう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 、始めましたね。2月は何て言っていいか俺も分かんねえんだ。もうすぐ春ですねとも言えないっていうな。皆さんはあれとか行かないんですか？あれじゃ分かんない。節分とか、節分とかよく芸能人の人とかがよくいろんなとこ行って豆まきやってるじゃないですか。さっき訳の分かんないやつまで豆まきやってるからな。やんないんですか？いや、話来てないね。なんでだろう。高田さんぐらいの人だったらもう俺みたいな、そうするんじゃないんですか。お調子者でな。いけ、うえー、どないどないってな。その来ないな、豆まきな。俺イメ、そういうイメージじゃねえんじゃないの。そうですね。うん、あいつから豆もらっても大して服がねえだろ。おもおもしさがねえから。あ、そうなんだ。あれどうだったのな。なんだっけな、ボブサップかな。なんかどっかに行って見てて、すごいバカバカ。もう投げてた、なんかね、バケツみたいな中からね、掴んでバンバン投げてた。確か、ボブサップ、小錦、ボブサップだと思ったな。ボブサップが？うん、横にお付きの人がいてね、なんかね、バケツみたいな中から取って、それをわしづかみでバンバン投げてたけどさ。結構、ボブサップの豆痛そうですよね。そうだけど、でも、ゆっくり投げてた。でも、ボブサップって頭いいらしいよ。なんか、博士の方かなんか持ってらしい。なんか、薬剤師かなんかで免許持ってるとかで。ほんで、日本来ていろんなの出てんもんね。今、すごいですよね、ね、もう。稼ぐに稼い、どこある程度したら帰んの？ずっと いつくの？いつくのあんたに聞いてもわかんないだろうけどさ、やっぱな、こんだけボブサップ名前上がっちゃったら、でもまたこう K1 とかでこう、そうそうそう、チャンピオンになるまではいるのかな。ほんでその間に全部 CM から何からガンガンやって、ほんでお小遣いもっぱでうかうかで、ですよね。意外とね、俺も一回だけ仕事したのよ。あ、いいなー。いや、意外と優しいんで何でもしてくれるのね。ぬいぐるみの中に入って暴れたりとかさ、ーわーって言ってくれたらわーって驚かす。でもなんかリンゴ潰した後にカットってなったら、うん、ごめんなさいねって謝るっていうのは聞いたんですけど。本当にいい人なんだ。いい人なのか分かんない。もしかしたら、ね、もしかしたらいい人なのか分かんないな。ね、そういう意味だと、まあいい人を考える会の範疇に入るかどうか分かんない。どういうのがいい人だかっていう。考える会っていつ発足したんですか？いや、なんかそんなのあってな気がするんだけど、どういうのがいい人かっていうのも、わかんないからな、今な。俺はいい人だと思います。俺は自分でいい人だと思うよ。道行く人に、元気ですか元気ですかなんて。偽善者。体が悪かったら病院行きなさいね、なんて言いながら。嫌な感じ。お小遣いはあるのなんて。それは私言ってほしいな。お小遣いあるのって出したらそれ、踏んだくっちゃう。それじゃいけないよな。そういえば豆まき来ないな。ごめんなさい、ショックでした。俺、ショックが今でかいな。来年はよろしくお願いします。どこだろう、前巻きな。やっぱ成田さんかな。それとも、あそこ、鶴岡八幡宮。あ、鶴岡八幡宮行ってくださいよ。いいよな。うん、いい、いい。あの辺りで豆巻きって言ったらな。一応妹は近所に住んでるから。高野さんに会えると嬉しいから。あれでも、巻く方はさ、気持ち的に高いとこから巻くから、あ、そうね、なんとなく優越感なんじゃないの。俺だったら、いや、ダメから、カーのやろ、カーのやろ。だから、もう呼ばないのかわかんない。何されるかわかんないからな。はい。まあ、そんなこんなで、そろそろテーマ曲行きましょうか。高田純次。河合美智子の東京パラダイス。改めまして高田純次です。はい、みちこです。さっきの話、もしかしたら年男か、年女が多いんじゃないかって話が出たぞ。出ましたね。うん、年男はいくつ今年？年男は、いや、いくつって、いや、いっぱいいますよ。いっぱいいるけど、12歳も24歳も36歳も24、36、48、60か。あ、そうかもわかんない。これが巻くんだよ。じゃあ、あと4年4年だよ。あと4年で60で、そんで来なかったらどうしよう。
豆まきをドキドキしながら待ってるの。待ってるの。59あたりから目回しするの。豆まきはよろしくって言おうと思って、はがき出して。いいよな。なるほど。考えとこう。一つ目標ができたな。ね、やりましたね。生きる。うん、生きる目標ができたよ。はい、うん。はい、今日も皆さんからのエピソードを募集します。今月のマンスリーピックアップのテーマは高田さんからお願いします。はい。お願い、へやめて。お願いやめて。お願いへってどういう。俺ヘミマイさんの気持ちだから、あの経験。へやめて。見た歌の大事点です。見た。もうあれでも全部カットされてる方なんだけど、俺の言葉全部残ってたよ。すごいね。残ってましたよ。すごく高田さん何言うのかなっていう雰囲気。本当に。嬉しいね。人とようが壺みたいななんか作ってる人みたいだとかなんか言ってたでしょ。え？あ、人とようっていう歌詞いるじゃん。あれがちょっと名前から見ると壺みたいですねなんて受けたから使ってくれたんでよかった。よかった。よかった。私はあのストライクストライクストライク3になっちゃうじゃんって。なんかそういうの言ったから。はい、お願いやめて。例えばですね、私の彼女はバレンタインデーになると毎年手作りのチョコレートをプレゼントしてくれるんですが、これがすごくまずいんです。うん、お願いだからチョコレートを使わないでほしいです。これ弱っちゃうよね。だから女性からもらうんで、まあ、チョコレート食べちゃうからいいけどさ、はい、よくほらプレゼントでマフラーとかさ、あるじゃん、手編みのセーター、ああいうの弱っちゃうな。そういう人若いだからってセーターほぐして毛糸にするってやつはいないだろう、なかなか。マフラーだって捨てにくいもんな。捨てにくいんですよね、なんかすごいな。捨てにくいものって言ったらお守りとか。あ、お守りは捨てにくいね。くれたりしません、うん、意外。お守りくれるやついるの？なんかお守りとか多いんですよ、アイドルの人とか。あ、そうなの？あ、ファンから。ファンから。あ、お守りってのはあれだね、捨てにくいもんね。捨てにくいでしょう。うん、それなんだろうな。はい、など、お願いやめてというテーマでエピソードをお寄せください。採用させていただいた方には、高田純次さんが筆で書いた番組タイトルをステッカーにして貼ったトープラグッズの中から一つ選んでプレゼントいたします。また、グレート高田の人生経典コーナーでは、川出書房新社から好評発売中、人生経典の著者、グレート高田先生にあなたの悩みを相談してみませんか。ただし笑って元気になれる人生相談ですので、あまり深刻な悩みではなく、どちらかというと軽い悩みにしてください。もしくは深刻な内容でもグレート高田先生の回答に対して怒ったりしないシャレのわかる方なら大歓迎です、はい、どちらの受け付けもこの番号へ。電話番号が東京 0333591134。 いいみよちゃん。東京 0333591134。 そしてファックス番号が東京 0352691138。 いいみは。東京 0352691138 です。はい、それでは今日も東京パラダイススタートです。高田純次、河合美智子の東京パラダイス、文化放送がお送りしています。高田のトピックスね。俺は今日もまあ名古屋帰りなんですけどね、昨日ちょっとね、名古屋の中京テレビの女子アナウンサーでね、可愛い子がいるんだよ。バストドッカンの。バストドッカンの。2、3年前俺とロケした時は、そいつとってもどっか田舎の姉ちゃんみたいな感じだったのよ。はい。ところがやっぱね、男ができちゃったらしくてね。あら。うん、まあ、で、バカ意外とやんないんだよ。ああ。その子も意外とね、あんまりバカやんなくなるのよ。なるほどね。その、男性に見られてると嫌だか、嫌なのかどうかわかんないけどね。だから俺なんか意外と帰ってね、バカやっちゃう方だから、はい、うん、目の前にそういういい子がいる時も少ないんだけど、だから可愛さの前なんかで俺バカやっちゃうでしょ。わ、こんな可愛い子がいるんだなんてな。うん、まあ、もう少し若ければいいんだけど、俺さ、ちょこちょこちょこちょ、うるさいな、もう。俺やっぱなんとなくそのね、しっとり感になってくるから、だから、まあアナウンサーの場合いいのかもわかんないけどな、よしあしの時もあるのよ、意外とな。で、高井さんどうしたんですか、ちょっとおひげを。うん、だから一応ね、あのニューヨークにね、もしかしたら行けるんじゃないかっていう話も随分ね、あって、随分あってあるんですか。それがつい最近立ち消えになったって話もあるんだけど、はい、はい、でほら向こう行くとさ、あの意外とみんなガタイ大きい人がいるでしょ、はい、で俺ニューヨーク行くとしたら初めてなのよ、生まれて死ぬまでに行っとこうかなと思って、はい、はい、はい、でまあ、あの一応行くためには向こうでほらホモセクシャルやられちゃって嫌だから、それでヒゲ生やしてる。ヒゲ生やしたらやられないんですか。やられないの。俺そうじゃなくて可愛い男じゃん、どっちかやさ男で。なんか俺本読んだね、ヒゲ生やしてると男っぽく見られるんで、意外とその難を逃れるなんて書いたとか。ヒゲ生やして俺この年で覚えちゃうとちょっと人生きついからな、だからちょっとヒゲ生やして。あ、そうそう、役作り。
役作り、うん、え、今回はどんな役？いや、ただまだ役は決まってないよ。先役を作ってくんの。役作ってるんだ。来た時それに当てはめていくの。なるほど。高さん、ヒゲいりませんよって言われたらヒゲ剃るしかないし。いいですね、それでいきましょう。先作っとくのよ。なるほど。だからもう毎日毎日の今役作り。もうほんと食事の時も。食事の時も、うん、君、これはなんてあれだいとか、そんな言い方して。それは役作りなんだ。どんな材料使ってんのかななんて。あ、キューってちょっと上がるのが。上がる時もあるし、あんたに。ちょっとトイレが今きつくてねとか。トイレが危ない人になっちゃう。ブチ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 。全部役作りなんですね。そう、危ない人じゃなくて。そう、競馬なんかもね、自分の買ったやつが当たった時もただはしゃがない。来たよ。あ、なんかパイプでも持ってるような。そうそうそう、いろんな役があるから。あ、なるほどね、はいはいはい、うん、たまには刑事になったりね、弁護士になったり、反対にあの逃走犯になったりとか、いろんな役をやる。普段から周りにいると大変。だから役が来ないうちはいろんな役できるから、来ちゃうとそれに縛られちゃうから。そうですね。そうだろ、うん、そういうのもあるから。だから一応主婦の役も一応ネットに入れて、もうやんなんて。主婦の役もやってるんだ。もうサラダ作っちゃおうなんて。大変だった。大変だな。小学生の役がちょっときついな。きつい。いや、この字わかんない。バブバブ。バブバブ言わないで、小学生は。言わない。小学生やない。っていうか、小学生はあえてやらなくてもいいんじゃないかと。そうだね、うん。自由なんですか、選択は。じゃなくて、自分の可愛いやつ引っ張ってはポン、引っ張ってはポンってやってるだけで。なんだろうな、これ、なんて。私はすっごい面白いんですけど、聞いてる人、聞いてる人はね、半分くらいしか分かんないと思う。これはなんかもどかしいですね。いろんなのがあるん大変な、大変、ね、生きていくのはやっとね、あの人生の夢を見つけたよ僕は。なるほど。先役作りをする。今週はずっと役作りしてたんですね。あんたはどうなの？私は今週は引っ越しを、うんうん、決めたので。あ、決めた。新居を決めたので。都内からどっか田舎に行くの？都内から都内。都内から都内に行くんだ。すごい、結構近いんですけど。引っ越しの時ってテンションいるよな。いる。引っ越しと離婚、結婚、うん、離婚が一番いる。あ、離婚はテンションいるよな。う、うん、うん、俺もだからね、それもあるんでなかなかきついんだけど。それさえあったらするんですか？テンションがもう少し低くなったらしたいなと思ってんだけど。ありすぎるの？ありすぎちゃって。なかなかね、踏み切れないっていうのが。だからね、引っ越しっていうのはなんで意外とものあんだろう。ある。まあ、あれなんでしょうね。やっぱね、片付けようと思うと出てくる。捨てらんないのよ。どっかね、残し、人間ね、使ったらポン、使ったらポンって意外とできないね。できないんですよ、ね、俺なんかも貧乏症だからね、一度使ってあげたらなんかに使えんじゃないかって残しとくのよ。あ、高田さんもそうなんですか？木一本、流木一つにしても。流木、何に使うのさ。流木いいんで、手頃な流木の上に小さな家でも建てたら、なんか海沿いの模型でいいオブジェになるじゃないのよ。小さな家でも建てたら、建てたらって違う、作ったらね。小さなボート置いて、それだけで一つでいいオブジェじゃない。なるほど、うん、ただその流木もね、それやんないとただの木だから。何こんな汚いもん拾ってきて。そういうことになっちゃう。だから意外と知らんないんで、どんどん出てくんだよな。そうそう。広くなんの？はい、ちょっと広くなります。ほら、言うのじゃん。はい、頑張ります。前だから3畳か4畳一間だったもんね。もうちょっと広いけど、まあ似たようなもん。なるほどね。じゃあ仕事やるじゃないの。あれも高いんでしょ、ギャラも。あの、毎月の。ギャラ高くないです。あ、ギャラじゃないや、毎月の家賃も。家賃は高いんですよ。やっぱ高くなったんだ。ちょっと高くなりましたね。偉いね。やっぱでもそういうのやって自分を磨いていくっていうのもいいね。磨いていくの。部屋の中にトイレがあるの？今もある。今もあるんだ。共同じゃないんだ。共同じゃない。玄関も一人一個ちゃんとあるから。すごいじゃないの。新築？それとも中古？新築なんですよ。あ、すごいね。新築で駅から1分。え、じゃあ要するに駅ビルってことか。それ近すぎないか。駅ビルじゃないんだけど。駅から1分って、そりゃ道路の真ん中じゃねえかよ。違うけど。駅から1分じゃ駅ビルしかないよな。うん、あ、でもまあ駅に近い方がいいよね。そうなんですよ。だから今どんな部屋借りるにしても駅に近くて、あと今ほら車社会だから駐車場があったりしてね、
そうしないとなかなかない。やっぱね、バスで行ったり10分以上かかったりするとね、それだけでもまあ、売りがなくなっちゃうんだよね。もうね、億劫なんで、そういうのは、うん、まあ、だから、だいたい駅から10分以内だとそれ売りになるからな。そうですね、うん、そういう意味だな、うん、どんどん人間億劫になってきてるからな。大変でございます。あんた車運転するんだっけ。しますよ、しますよ。高田さんの車の隣にいつも止めてんじゃん。ああ、そうかそうか、覚えとけよ。ああみたいな。もうし、ハヤテのように飛んでるもんな、割とな。ブラー。ハヤテのように飛んでるのは高田さんでしょ。もうそうかそうか、まあ頑張ってほしいとしか言いようがないよ。頑張りますとしか言いようがないですけど、ねね、はい、それでは今日の一曲目です、はい、松任谷由実で雪月花。高田純次、河合美智子の東京パラダイス。はい、今日は5月の、いやいや、だって今見たのちょうど9が来たから俺9の9をいただいてたわけですね、はい、ありがとうございます、はいはい、今日は今月のマンスリーピックアップのテーマ、お願いやめてで、お電話とファックスを受け付けています、うん、電話番号が東京 03-3359-1134、うん、ベイビオちゃん、はい、ごくって言うと。はい、東京0333591134、そしてファックス番号が東京0352691138、いい意味はね、はい、東京0352691138です、うん、またグレート高田の人生経典コーナーも同じ番号で受け付けています、はい、じゃあ今月のマンスリーピックアップのテーマお願いやめて、はい、紹介していきましょう。これ紹介していきましょう。足立区のですね、深しいもさん59歳のね、お肉屋さんの男の人なんですけどもね、はい、毎日毎日夕方になるとマフラーを外したオートバイが集まってきてブンブンうるさいんです、特に信号待ちの時なんか、空ぶかしするからうるさいのなんのって、堪忍袋の音が切れて静かにしろよと叫んでみたのですが、うるせえじじいと吐き捨てられてしまいました。もううるさくてたまりません、乗っている人はうるさく感じないんですかねっていうことなんですけど、あまりまた変な風にね言ってね、仕返してもされた日にはね、この方59歳も60歳近いから腕力もそんなないだろうからな、で何人もいるんじゃないの、何人もいるわけじゃん、一人なの、何人か集まってきてたから、やっぱな、だからあれまた乗ってるやつはね、要するに目立ちたがりたいわけだから、バリバリバリバン、アンブアンブアンブンブンってやってやるわけよ。要するに、んで、まあ、周りの人が注目 するだろうからとかっていうことでやるからな。嬉しいんですよね。で、乗ってる人は、もううるさいもうるさくないも、とにかく自分のあれだからな。でも、結構、自分でもあれうるさいじゃないですかね。そう、だから俺もね、ちょっとうるさいバイク持ってんでね、なるべく全部閉めてね、自分が窒息するぐらいの感じでね、音ちょっとやってね、あとは離れて、あれしたりとか、やっぱそのやっぱこういう車庫の中でシャッターを閉めてブルって、うん、っ苦しくなるからためにちょっと開けるとブワーッそう、お願いだからそのまま行き絶えないでくださいね。住宅街だからやっぱね、結局人間っていうのはほら、隣との社会的なことでね、あれ生きているわけだから、ね、できることならってんであるんだけど、やっぱね、まあ、野中の一軒家とかなんかだったらな、いくらブンブンやってもな、もいいけど、そういうのもあるからなかなかね、やっぱ大変なのよ、世間的にもね、こういう人たちってやっぱり夜型じゃないですか。あ、そうだ、朝早く起きてブンブンしないでしょ。あ、結構夜ね、まあ、みんなが寝てる時にブンブンしたりするから、早朝からはそんなよね、やっぱ起きらんないんじゃないよ、遅いから逆転させてくれるとね。うん、でバイク乗ってると疲れるしな、うん、だから早朝は行かないんだよ。行かないんだ。だから年末になるとほら富士山目指してな、よくバイクから、あれも毎年のほら警察とのほら戦いで、ほんであれカメラマンも多いじゃない、いろんなテレビ局のさ、うん、今どうなんだ、なんか今年は相当なんか取り締まり厳しかったのかな、なんかやしたけどさ、ほんで脇道とかなんかでいろいろさ、まあ事前に最近はあれなんだってな、どっかまで先オートバイを送っちゃったりするんだって。送るの、送るってか、だからその検問前の時に、大晦日になる前に、大晦日の1週間とか前に何台かをどっか の家なり家のところにポンと送っちゃうのよ。へえ、そっから、まあ、そこまで普通ので行けばいいんだ。ああ、いろいろね、いたちごっこだよ、いろんなあれだよな、考え事だよな、いろんなことだからもやっぱな、音ってのはだから今騒音の規制があるでしょ、何本何本って、うん、まあ規制があるからってな、全部な、うん、うん、守ったら限りないからな、それがな、オートバイなんてビューンって行っちゃうしね、うん、そうなの、俺もだからオートバイに追突されてさ、前な、うん、言ったべ、え信号で待ってた、ドーンと後ろから来てから、バックミラーで見たら、オートバイだったから、俺もおっとり刀でちょっと脅してやろうと思ってドア開けてゆっくり行ったら、オートバイがブーンと走ってっちゃう、あれなんで走ってくるんだろうなって思って
何のことに逃げられたってすぐ出てきてこの野郎って言えば言えばよかったり、ちくしょうよいおいちょっと威厳を、ね、威厳をタレントだからちょっと威厳を持とうと思ってさ、うん、あんまりセコセコした感じだね、セコセコしたねことだとちょっと舐められちゃうからって言おうと思ったらブーブーンって言っちゃうからどうなんだどっかで向こうの方で止めんのかなと思ってバンパー半分になったやからそういうのもあるのよね。まあバイクはそのままでは立ってられないから気をつけないとなそうですね、そう普通の車の場合は別にさ、うん、あの普通に座ってたって立ってんだけどさ、けど足離したら、うん、離したら倒れちゃうからねまあ気をつけてくださいよ、はいうんはい、続きましては、埼玉県幸手市の、うん、53歳の主婦の方で、うん、流れ星さんからいただきました、うん、うちの主人は使った後の爪楊枝を置きっぱなしにするんです、うん、捨ててくれればいいのに、うん、とにかくいろんなところに置いたままにするので、うん、冷蔵庫の中や机の上とにかくあっちこっちから出てきます、うん、今も急須の上に乗っかってます、うん、床にも落ちてるのでそれがたまに靴下に刺さったりするんですよね、うん、本当にやめてほしいんです。だからねいろんなもの集めてる人はいる。自分の例えば爪を切ったのも箱にずっと入れて、ま、持ってるとかさ、いろんなあるの。俺なんか鼻かんだティッシュいつも箱の中にバーって入れて、嘘ある程度溜まってっから一個一個捨てに行くのめんどくさいからさ、ある程度溜まってっからバーっと捨てに行くんだけどね人によってはね、いや、まあ、それはそこがまあゴミ箱みたいなものだからいいか、そうそういろんな人がだからいるのは集めるっていうのは、うん、これ集めてるわけじゃなくて置きっぱなし、置きっぱなし、うん、そうね。でも用事自体俺あんまり最近使わなくなったら、君使う？あんまり使わないですね。うん、まあまあすぐ捨ててほしいね、うん、捨ててほしいですね、うん、なんかねそのちゃぶ台とかテーブルの上には置いてあるならわかるけど、冷蔵庫の中とかにあるっていうのは、これおいくつ？あー50歳の奥さんが、奥さんって言ったらご主人も55とかあれだろ、うん、やっぱ歯が空いてくるからあれなんだろうな、詰まっちゃうんだよ、ついシーハシーハしちゃうんだよ、うん、やっぱな、シーハシーハするのはいいから、あそうだ、ね、ってって感じですね。じゃあ歯の間に刺しとけじゃん音忘れないでさ、最後にバーッと取ってバーッと崩れたのにしてりゃさ、一個一個ここ刺しておいてさ怖い、音それはそれで面白くて見える名物親父、名物親父になった方が、あのおじさんいつも歯に用事刺してるんだよ怒ると飛んでくんだぜ、上下で相当刺せるだろなんだアンソニー・ホップキンスのなんか怖い映画みたいになったよな、ねあらまあそんな感じでね、とにかく捨てろと捨ててほしいですね、うん、それっきゃ言いようがねえなこっちとしてはな、ねうん、はい、交通情報とお知らせの後まだまだ紹介していきます、うん、はい、はい、ここで文化放送交通情報です。日本道路交通情報センターの鈴木さんお願いします。はい、東名高速道路上り線は首都高速用賀料金所で4キロ、東関東自動車道上り線首都高速市川料金所で2キロ半、千葉県道京葉道路上り線は千葉東ジャンクションで3キロ、花輪で4キロ、船橋料金所でも流れが悪くなっています。首都高速道路は都心環状線が先頭で3号線が池尻、4号線は新宿付近までの混雑、霞ヶ関まで3号線の用賀からが30分、4号線の高井戸からが25分です。一般道路では環八通りの内回り第三京浜玉川インターを先頭に大田区方面向かう車4キロ半の渋滞です。神奈川県の国道134号線の下り平塚市東ヶ原で大磯方面向かう車7キロつながっています。道路交通情報センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の文化放送交通情報は5時45分頃お伝えします。高田純次、川合美智子の東京パラダイス、はい、今月のマンスリーピックアップのテーマ、お願いやめてを紹介していますが、ここでお電話がつながっています。あ、そうなの、はい、あ、これだね、ですね、相模原市の、はい、なんか道夫ちゃん、36歳、若い主婦ですね、はい、ね、道夫そうだね、あんたで今いくつ歳は？63ぐらいです。可愛いだって、あれだもんな、この間のドラマやって大きい方だもんな、バランスちょっといいから、意外と足、腰が高いもんね。
意外と ね意外と意外とね、だから意外とバランスいいんで、そんなも高く見えるんだから、うん、やっぱ女の人の173ってやっぱかなり背高い方だよね。高いです。S マッコとか藤原紀香なんかみんな170でしょ、うんうん、でヒール履いちゃうとさ、173だから10センチのヒール履くと183、5センチだったら178、わかりやすくて、わかりやすくていいよね。ありがとうございました。すごいよ。はい、この後5時前まで今月のマンスリーピックアップのテーマ、お願いやめてでお電話とファックスをお待ちしています。電話番号が東京03-3359-1134。いいみよちゃん。東京03-3359-1134。そしてファックス番号が東京03-5269-1138。いいみは。東京03-5269-1138です。もちろんおはがきでの参加やメールでの参加も大歓迎です。うん、メールの場合は番組ホームページからお願いします。おはがきの場合は郵便番号 160-8000 に文化放送高田純次河合道子の東京パラダイスお願いやめての係まで、うん、お電話に出てお話ししてもいいよという方は電話番号も忘れずに、採用させていただいた方には東パラグッズの中から一つ選んでお送りします、うん、それではここで一曲お聴きください。ケツメイシで始まりの合図。高田純次河合道子の東京パラダイス、パラダイスリクエスト。今日のリクエストはですね、練馬区にお住まいの48歳の主婦の方、48歳のおばさんさんからいただきました、うんうん、私は30過ぎてから結婚した遅い子持ちなので、子供の同級生のお母さんの年齢を聞いてギョッとすることがあります。あ、そうだね、うん、先日ももうすぐ大台になっちゃうんで嫌だなという話題が出た時、恐る恐る大台っていくつって聞いたら、なんと30なのです。16歳や17歳で産んでいるので、小学6年生のお母さんでも20代なのです。ちなみに私の大台は50なのです。あら、まあ、ヤンママね、うん、今ね。ヤンママは違うか、ヤングのママじゃないの。ヤングのママとヤンキーのママ、だから若いうち17歳でポン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 じゃだね、ポンポンポンね、はい、確かにバービー人形のような人もいるし、みんなネイルアートもバッチリしているし若いなとは思っていたけれど、同じ髪を染めるのでも彼女たちはおしゃれだけれど私は白髪隠しですものね。ちょっと落ち込みましたが、自分の娘と言ってもいいような年の人とタメ口で何でも話せるって子供の存在って大きいなと改めて思い知らされました。彼女たちならまだまだ恋にも巡り合えますね。私には老後しかないけれど、この歌を聴くと私も若返るのでお願いします。いいね、そういうことは必要だね、うん、常にね、あの気持ち若く持ってる、いつまでも ね、うん、まだまだもう俺なんかもうこれからなんだ青春が始まると思ってるからね。節分も待ってる、もう待ってるからね。だからもう何としてでも60歳の豆まきを達成しないとね、うん、何とか獲得しないとないけないですからね。こういうふうな一つ目標を持ってね、はい、行こうよね、うん、はい、ということで、48歳のおばさんからの、リクエスト曲です。浜田翔吾で片思い。高田純次河合美智子の東京パラダイス、私のお気に入り。高田純次さんと私河合美智子が毎週交互に最近のお気に入りを紹介する私のお気に入りのコーナーです。今週は高田純次さんが紹介します。そうなんですってね。そうなんですよちょっと待って気持ちを沈めてね、喉を潤して、はい、してね、私今日はですね、はい、もうこのデジカメ、主流の中、はいはい、あえてですね、普通の新型コンパクトカメラなんですが、これは昨年ライカからですね、あの有名なライカから発表された新型コンパクトカメラということなんですけどもね、普通のライカのカメラってもう、30万とか40万して、中古にしてもね20万30万だから、僕もね中古でバルナック型って古い形の 3F っていうのをねたまに使ってるんですけど、これ中古で買ってやっとね、初めてもう写真会社でアルバイトした時にそのカメラがあったんだけど、探しても売ってなかった。それをね、ちょっと 7,8 年ぐらい前にやって、それでやってんで、今度なんとその有名なライカから、ライカを持ってる、ライカで撮ったってだけでもステータスみたいな、すごくカメラ通って感じする感じがするんだろう、ね、な、まあ、白黒モノクロが意外といいんだけどね、うん、ライカ持ってるだけでカメラ通だから、ティーバッグ履いてるだけでこの女やるなって感じのそういうよ、ふんどししてるだけでただもんじゃないよって、うん、そういうのと同じだね、分かりやすい例えで、さっきもちょっと話したのよ ね、ティーバッグだったらうんちがついちゃうんじゃないのとかいろいろ言ってたんだけどね、そうか、相手の男がいきなりふんどしだったらどうするとかね考えちゃうなとか話してたんだけど、ライカこれを持ってるだけでね、おっと周りのお父さんたちをうならせる感じを、うん、
そのライカ C3 というね、はい、このコンパクトカメラが出たんですけどね、そのなんとお値段がですね、一応このね、アルバムとかバッテリー、それから革ケース、プラスチックケース、うんうん、そしてストラップなんか全部つけて、そんなにいっぱいついてるんですか。いっぱいついてる、はい、69,000円。お、安い。そうだから、まあ、6万9000円自体は高いんだけど、うん、まあ、ライカっていうところから考えると、うん、6万9000円ならこれ買っといて一生もので使えるかな、ね、うん、あえてデジタルを外してこういうコンパクトカメラをね、うん、持って勝負したらどうかなというね、ちょっとかっこいいかもしれない、うん、だから私もこのボディはアルミでね、なんとなくちょっと昔風の、はい、横長の感じでね、うん、昔のバルナって形があったんだけど、それにちょっと似せたところもあるんだけど、はいはい、これズームもね、はい、6段階か6段階ズームついてる、これが 80mm までの6段階ズームもあるしね、はいはいはい、今そのデジカメに逆らってこういうコンパクトカメラで、コンパクトカメラですか、うん、ちっちゃい、女の人とかでもいいですよね、意外とちょうどいい、ちょっと旅行行くのにも、ね、うんうん、ポッと出してきて、あれライカいうような感じ、うん、それだけでも、あ、人が見てるなっていうのもアドレナリンが出てくるから5歳を若くなるから、なるほど、うん、でこのライカのマークを隠して写すと分かんないから、なるべく出しながら写さないといけない、ライカだぞっていうのを見せながら写すっていうのも一つの手ですよ ね、 なるほどね、うん、ということでこの6万9000円のやつをね、ちょっと僕はまあちょっとお高いですけどね、あの値段だけ見ればね、ライカにしては安いと思いますね、はい、これね、日本シーベルヘグナというね、はい、ところ、まあ、有名なところですか、はい、うん、ちょっと聞いていただいて、場所聞いていただいて、はい、電話番号ちょっと調べてこなかったんでごめんなさいね、いえ、うん、だからこれをちょっとね、やっていただいてね、出てるんですか、うん、昨年発売でもそろそろ店に来るのかな、うん、だからその詳しいこともあんまりよく分かった、うん、俺が販売してるわけじゃないから変なとこ突っ込んじゃいましたね、そうそうそう、ごめんなさい、噛まなくていいとか、噛まなくていいからね、ヨロピック僕もちょっとこれ狙ってんだけどね、はいはいはい、ただやっぱこの7万近くだすとしょっちゅうやっぱ撮ってないとね、うん、もったいないじゃない、でもコンパクトカメラだから常にこう、うん、カバンの中とかに入れとけば、そうだね、ただ入れてるだけでつかなかったですね、意外と高田さんだからでしょ、そうそう、これはちょっと狙い目よね、うん、いいと思います、よろしくお願いしたいと思います、ね、はい、ということでライカの新作コンパクトカメラを紹介しました、はい、以上私のお気に入りでした。グレート高田の人生経典コーナー、タレントの仕事では元気が出るテレビはきつかったね、ネタがつまんないとスタジオで VTR 見ててもウケないから冷や汗出ちゃうのよ、だから精一杯芸で笑わせるようにしたり、意識なくなって死ぬかと思うほど頑張ったりしたもんね、でもお笑いって見てると誰でもできそうな気がするんだよね、きっと親戚の若いやつなんて将来なりたいものはクイズの回答者と司会者だって、おいおいそれは職業じゃないだろはい、川出処方審査から税抜き定価952円で絶賛発売中、高田純次さんの著書人生経典より引用させていただきました。いや俺が黙って言って言ってほしくないことまでボンボン言っちゃうんだってチェック入れないとダメだないやもうこのような素晴らしい人生を与えることによってですね、悩める子羊たちを明るい明日へと導く道先案内人グレート高田先生、この人生経典コーナーはラジオ聴きの皆さんからお悩みをお寄せいただいてズバリお答えしていこうというものです。それではグレート高田先生、今週もよろしくお願いします。はい、任せなさい。今日はちょっと威厳があって、うん、要するにね、元気が出るテレビもね、よくテレビ番組って自分でロケしてそれを自分がスタジオにいて見る場合ってきついのよ、いない場合はいいんだけど、あロケ自分も見るからね、外だけだったらいいけど、そう、そうするとやっぱ面白く面白くないか、ほら如実に伝わってくるから、元気が出るテレビなんかね、厳しかったよ、もうスタジオで受けなきゃしょうがない、うん、受けなきゃもう人間じゃない扱いだからだからそれも見ながら、受けてない時は冷や汗も、受けた時はちょっと鼻が高いけどな、でも元気が出るテレビで受けなかったことなんかないんじゃないですか、まあしょうがない、それ俺だからねただ自分が撮ってきたので編集するのは俺じゃないからね、あそっか、だからあのディレクターの好みで編集するから、またどこが受けるか分かんない、そういう勝負もあんねん、だから全ての俺はネタ出したさ、ネタ出したさ一応ね、大変なの、そういうことではね、はい、それでは本日の相談内容をご紹介したいと思います、はいはい、練馬区にお住まいの43歳のパートの方でトマさん、女性の方からも、ね、はい、女性の方です、はい、いただきました、私の悩みは一
人に対してあまり興味がないことです、うん、父が外に一生懸命で家のことをあまり構わない人だったので、その影響なのかもしれません。人と会ってても噂話されても特に興味がないのでつまらなそうに見えるらしく、楽しい？とよく聞かれてしまいます。仲の良い友人などからは冷たいって言われます。友達は多い方がいいので直したいと思うのですが、どうすればいいですか？ああ、これはこのままでいいんじゃないの？え？ああ、要するにね、俺なんかもそうだけど、自分の頭の灰も追えないんだから、もう人に興味がなくて自分に興味を持つようにしないと。この人に興味を言っちゃうと今度自分に興味がなくなっちゃうから、ほんで結局友達はその興味がないから友達が少ないわけじゃなくて、反対にこういうそういう人だと思うと相手からまた寄ってくるから、意外と あの人ああいう感じでいいねっていうような、変に興味をね、第三者から持たれるのが嫌だって人もいるから、だからもう人に興味がないのは自分が可愛いわけだから、もっともっと自分を大切にしていけばね、素晴らしい人生が送れるね。俺なんかも人になんか全く興味がねえもん。だから人の話聞かないんだ。人の話ってんのはもう右の耳から左の耳スースー、自分の話すことしか考えてないんだから俺今までね、人の話まともに 100% 聞いたことない。あ、でもそれでこうね、開き直ってしまえば友達もできるんだ。だからカラオケなんか行っても俺人の歌聞いたことないもん。ねえ、本当にね、リクエストだけはするくせにね。もう人が歌ってたらこの隙にいつ自分がどういう歌をリクエストで申し込むかとしか考えてないから。そのくせ歌ってる人に普通に話しかけたりしますよね。その分人の金には興味があるんだよね。そういうようなことなんだから、常に意外とね、自分がね、温度差のあるところに身を置いておくとね、意外とポーンとステップアップできるから。なるほど。急にバーンと興味を持つこともあるから。だからこれは今のいいトランス状態だね、この人はね。いいトランス状態、ともちゃんは。で43歳です、まだ若い、あと50年生きても、ね、ほんでこのままの状況で続けていくっていうのがね、いいことだよ。あまり人の話にも首を突っ込まない、自分のことも言われたくない。自分のものは自分のもの、人のものも自分のものって感じでね。常にもうそれも強く持ってる。で来るもの拒まず、ね、去るものを追っていく。どんどんだから電話番号が増えちゃうって感じでね。自分の中で一生懸命遊ぶの。それ誰の話をしてるんですか？自分の中で遊ぶの。なるほど。ただまあ信号は赤で止まれとかね、青で走れとかってのは自分の中にインプットしとかないと。青で走れ、青で走んなきゃいけないの？走れ、青動き出すじゃないの。そのインプットしとかないと交通事故起こしちゃうからね。車でそれか。だからそう、自分の中での一つのね、ルールを作っておく。だからトイレ行ったら必ず水栓は流すっていうのをインプットしとけば自然と流すでしょ。あれだから誰かにインプットされたからみんな流すのよ。あとは途中であれ臭いから流した方がいいなと思うから流すわけで、あれ誰も教えてなかったらそのままにしとくよ。っていうか何の話してんのか分かんない。俺もよく分かんない。人間の人に普通玄関から入るじゃない。あれも頭にインプットされてるんだ、玄関から入るんだ。たまには裏口からでも入ってみなさいって、そういう自分を見つけようってことだ。なるほど。じゃあそういうことだ。それでは今日のお言葉をこの辺で。そうですね、今の顔皆さんにお伝えできないのが悔しい。なんでどういうことだよ。いやいやいや、人生生きて50年、下天のうちにくたぶれば夢幻の男なりで、せいてはことを子孫じる。なんかエコーが言ったり。じゃあまたせいてはことを、せいてはことを子孫じる。いいね。ありがとう。いいね。自画自賛です。せいてはことを子孫じるってどういう意味なんだろう。ことわざだけ知ってる。急いじゃいけないってことだな。急いでやる。ゆっくり生きろってことだ。慌てるとダメだってことだ。失敗しちゃうよってことで。そういうことなんだな。はい。はい、どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いします。どうもことが忘れちゃうんだよね。はい、それではここで一曲お聴きください。坂田瑞江でガラス坂。さあ、ということでね、今は曲の間にもとても綺麗なね、お嬢さんが入ってきましたね。はい、早速ご自由に。はい、ということでね、はい、いきなり年のところ消してましたけど。お名前が、えぎそのきさん。難しい名前ですね。年はいくつでしょうか。秘密と書いてバカ野郎ですね。スリーサイズが88、56、88だったらいいな。ふざけたやつですね。はい、ということでお仕事は、
はじめまして、セルフメディケーションコーディネーターなんだ今ですね、ドラッグストアショーが今後来週控えてるんですね。はい去年はい、出させていただきます。出させていただきました。幕張でね。それもなんか関係者だ。はい、関係者だPR をさせていただいております。コーディネートが PR する、それのね。それで今日いらっしゃったんだ。はい、やっぱり PR に来る人、やっぱ綺麗な人多くね。やっぱそれ、ね、会社の営業と同じだからね。そうですね、これは芸名になるの、園木ちゃんは。いえ、本名です。本名、はい、みそのき。はい、本名です。さあ、この後5時の時報に続いて、いよいよ高田さんがみそのきさんに激しく迫ります。お楽しみに。はい、高田純次、河合美智子の東京パラダイス、文化放送がお送りしています。パラダイス。はい、ということで今週もやってきました、純ちゃんのブラボーパラダイスコーナーです。はい、このコーナーはお店の宣伝をしたいとか何かの PR をしたいという女性に毎週スタジオにお越しいただいて、思いっきりプロモーションしていただくと同時に高田さんに口説かれまくってもらっちゃうというコーナーです。それでは高田さん、今週の女性をご紹介ください。 OK。今週はですね、はい、来週の土曜と日曜、2月の15日と16日ですね、はい、幕張メッセで行われますジャパンドラッグストアショーに参加なさっていますセルフメディケーションコーディネーター海園木ちゃんですね。ここにプロフィールがありましてね、連絡先が出る気がする。ほら白黒の写真なんで、いいか悪いかよく分かりませんけどもプロフィール153センチ、素敵なね、素敵な OL のお姉さんって感じですよ ね、 そうですね。趣味がお手もやんをする、何書いてません。ごめんなさい、ちょっと老眼鏡忘れちゃったんで。おもてなしをすることなのです、ね、料理、はい、裁縫、食べ歩き、ウィンドショッピング、はい、あ、素晴らしい、女性らしい趣味だ ね、 ね、 ね、特技語学、英語、スペイン語、スペイン語できたらいいなとは書いてないんだこれできるんだ。英語ハワイはアイムファインサンキュードモリビハッピーねえスペイン語もほんで日本語三角語も喋れるんだなんスペインに大分弁も大分出身なんです。なんでそんなに語学喋れるようになっちゃったの。どっか語学なり行ってたの。あ、はい、ちょっとあちらの方にアメリカの方に行って、あちらの隣の小屋とかなアメリカに行って、はい、スペイン語向こうの学校に行っていたので、うん、語学でスペイン語を取っていたんですね。でメキシコに近かったので、お友達がメキシコ人のお友達ができて、ちょっと1ヶ月2ヶ月とか遊びに行って。友達のメキシコペドロとかいろんないたんだペドロメキシコ人とペドロなんだでもね、綺麗な感じ、なんかね、中森明菜とね藤原紀香足して2で割ったみたいな感じって言ったらいいのかな、うん、それでよろしいですよね、そんな感じで、ね、はい、そんな感じでお願いします。着付けとかね、フラワーアレンジメントもやって、うん、でモノマネがね峰富士子、ちょっとやってみて。もうデパン似てる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 、ね、あとじゃあ峰竜太は今度はね、はい、ということです。新体操やるんだ。新体操、中学校高校と九州その当時強かったんで、九州大学、はい、やっぱ体柔らかいんだ弓なりに、はい、うわレオタードでね、バスト88、56、88で弓なりに新体操、体柔らかいんだよね。スキー、サッカーもやるの、野球もやるの。いや、見るのが好きです。あ、見るのがね。で得意ジャンルが起業家&起業家のインタビュー、医療&健康問題、特に健康法、セルフメディケーションの概念、大替え打席、大替え医療とか大体医療、大体医療、はい、あ、そんなのハーブとか、あ、なるほどね。あ、そういうのそういうの言うんだ、はい、もうすごいね、スーパーウーマンねえ、そう、早速ですけれども、うん、そのセルフメディケーションコーディネーターっていうの、ちょっと高田さんもよく分かってないみたいな、うん、分かんないんだけど、どういうお仕事なのかっていうことで、ね、いい質問だね、うん、お聞きしたいなと思ってるんですけど、どういう質問なの、あの園木ちゃん、はい、うん、セルフメディケーションっていう言葉なんですが、うん、最近よく耳にするかと思うんですけれども、うん、翻訳してしまうと自己治療になってしまうんですが、そういう
硬い話ではなくて、うん、例えば食べ物に気をつけたりとか適度な運動をしたりとか自分の健康は自分で守りましょうっていうふうに心がけましょうっていうような動きを作って、まあ、まあ普通の話だね。そうなんですよ。今普通がなくなってるからね、はい、自分のことは自分でやるってこと。そうですね、健康って壊してしまって初めて気づくじゃないですか。そうなのよ、ね、幸せもそうなの、うん、幸せもね監獄の中に入って初めて自分は幸せだったって小さな窓からね監獄に入んなきゃ気がつかないんですか。人間の幸せって毎日が幸せなんだけど、うん、これが意外と分かんないのよね。健康もそうなのよね。当たり前に生きてるからね、うん、あ、それは確かに言えるね、はい、で特にあなたみたいな綺麗な人から言われるとなんかずしーんと腎臓だか肝臓に来るよねどっちに来るんですか。ビシビシ腎臓だか肝臓だかに、うん、あ、そうなんだ。でそれをアドバイスするわけ。そうですね、皆さんにこうちょっと悪くなる前に健康に気をつけて、うん、例えば風邪ひきそうだなと思ったら風邪薬を飲んで、うん、早めに休むとかそういう時にドラッグストアに行っていただいて、うん、そこに薬剤師さんだとか、はいはい、あとセルフケアアドバイザーとか、はい、そういう方たちがいらっしゃるので、うん、そういう方にこういう状況なんだけどこういう、なんだろう鼻が詰まってますとか、うん、頭が痛いとかそういうのを説明していただいてちょっと早めにお薬飲んでいただいたりとか、うん、でここまで来ればやっぱり病院に行った方がいいだろうっていうのもそのアドバイス、はい、あなた自身がこう見るわけじゃない。例えばちょっと私風邪気味なんですけどちょっと全部脱ぎなさいとかってそういうふうには別に言わないんだ。なんで脱がすの。あなた自身が診断ってか先生になるわけじゃないのね。違います。それは違う、はい、あ、だからアドバイスこういう時はこういうことした方がいいよ、うん、そういうこと。ちょっと自分の体は自分でもうちょっと気をつけてあげましょう。そうそう、って言われて気づかせてあげる。脳みそが緩んできたらもう少しシワを入れなさいとかさそういうふうにアドバイスする。なるほどね。えぎさんはですね第3回のジャパンドラッグストアショーの PR をなさっているということなんですけど、うん、去年行われた第2回のドラッグストアショーには参加しましたよね。さっき言ったよ参加したって、ね、言った。覚えてます。覚えて覚えてる。そこでだって水野なんとかさんってのあったんだもんね文化放送のあれ違った違ったっけ。アナウンサーの人水谷さん、うん、一見してちょっと可愛い子ねそんなことで覚えてる、うん、そうそう覚えてる、うん、で今年は、うん2月の15日と16日の2日間、はい、同じく幕張メッセでジャパンドラッグストアショーが行われます、はい、2月15日の土曜日はサタデーナイストライとミノさんのウィークエンドを捕まえろの公開生放送。あ、そっちでやるんだ、うんね、そして2月16日の日曜日はミュージックバトル決戦は日曜日の公開生放送が行われるそうです。その他にもいろんなイベントが行われたり文化放送のブースも出ていたりして入場無料で一日中楽しめる。入場無料なんだ。じゃあ行くっきゃないね。本当に入場無料で楽しいでしょ、ね、こう試供品とかも もらえたりもらいます。ただ行くまでの交通費は本人負担だよねそれはそこまではちょっとなそれぐらいは出していただきたいな、うん、はい、ということでね、うん、好きな芸能人は高田純次さん。でもこれしょうがないんだよね。どうしてもねパーフェクトだからねあと好きな男子のタイプが健康な人やっぱりね、うん、でカラオケで歌う得意な歌が桃色吐息とダイヤモンドプリプリダイヤモンドプリ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 彼氏はどういうタイプが好きなの、まあ、とりあえず俺は置いといてタイプと的にムキムキマンがいいとか、はい、痩せてるのがいいとかいろいろあるでしょ。もちろん高田さんって書いてあるの高田純次さんと高田信彦さん。高田がっちりした高田文夫じゃなくてあ、なるほどね、はい、今ねここにポスターいいですか。はい、あ、こういう綺麗なねミナモンさんもあるんだ。ああ、いろいろ。独禁放送局すごい、うん、で無料でってまたすごいね。はい、入場料無料なんです。いやいや、去年もそうだった。そうだった。これなどうするの。文化放送がなんか持つの。そういうわけでもないの。文化放送が持つ。だって無料だってこれやるのにお金かかるもんね。誰かが金出さない人だもんな。誰かが出さないですか。誰かだ。道行く人なのか。知らないけど。でもそう。でムキムキマンがいいの。スポーツマンがいいの。いや体力ある人体力ってまあやっぱり健康な人がいいですね。みんな健康だよ。本当ですか、うん、健康だけならいいの。いや心も健康な人がここみんな心健康だもんタレントで言えばだからどんなタイプって大体はあるじゃない。思いやりのある人。思いやりって何キロぐらいの、はい、やり持ってるのやり思いやり持ってる人思いやりを思いやりったって分かんねえしな
タイプで言えばこういうほらキムタクみたいなのがいいとかね、いろいろ本当大体こう青詰め描くね。例えば小林蓮司さんみたいなのがいいとか、高倉健さん、小林蓮司さんとか好きですね。あ、そうなんだ、はい、あ、そんでだんだん大体青詰め描けたな。サッカーのインタビューとか、サッカー選手にインタビューとか、はいはい、多くなさっているから、はい、どうですか、日本のサッカー選手がだんだん海外に行ってますけども。ちゃんとした質問ですね。ですよね、はい、うん、どうですか、あの園木ちゃんはどう思いますか。あ、でもあの世界の中での日本が強くなることが大切なんでいいと思います、うん、いいやね、パーフェクトなお答えだったね。松井はどう思います。松井さん、昨日も出てたんですけど、うん、あの頑張ってどんどんあのかっ飛ばしてほしいです。ああ、そうなんね、はい、うん、可愛いに言わせりゃね、あのバットケースをどうしてちゃんと。ニュースで、はい、バット紙袋に入れて練習場に行ってる絵を撮られてたからないのかなと思って、ちょっと不安になっちゃっただけ。なるほどね、はい、頑張ってください。元巨人4番だからね。、はい、バットケースぐらいはあるだろうと、はい、そういうことだね、はい、すみません、そろそろお時間となってしまいましたので、うん、最後に江木さんの方から PR をお願いしたいと思います。はい、はい、第3回ジャパンドラッグストアショーというのが、うん、あの2月の14、15、16日の3日間幕張メッセにて行われるんですが、はい、来週の土日15、16日の日が一般公開日となっております、はい、あの花粉症対策がバッチリわかる、そうなんです、今流行ってますので、うん、花粉症大博物館とか、あの各お薬メーカーの方が出していらっしゃる新商品を紹介する新商品コレクションコーナーとか、うん、いいよね、豪華海外旅行が当たる在抽選会、うん、その他にも21世紀を歩こう健康日本21、うん、ファミリーウォーク in 幕張というあの歩こう会のイベントとかもあるんですよ。だから当日、こちらのイベントは当日参加の申し込みができるので、ぜひご家族連れで行っていただいて。花粉症な、俺は花粉症じゃない、どっちかって俺は花瓶症なの。ちょっと触ったことピリ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 ってでもある意味じゃいいわね、うん、そういう意味では ね、今度の土曜日、そうなんです、入場料無料なのでぜひ、ね、はい、あら、これはちょっといいこと聞いちゃったね。いた い, い、はい、ということでね、はい、88568の江木園木さんです。はい、ね、ね、セルフメンテキーションコーディネートの江木園木さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上、純ちゃんのブラボーパラダイスコーナーでした。河合美智子の東京パラダイス。大丈夫ですよ、エイさん、慌てなくて、別に愛してるわけじゃない。今思いましょう、なんかね、淡くて飛んで帰る。我々せき立ててるじゃない、盛り立ててるわけじゃないんでね、もうゆっくり帰っていただいて結構、なかなかね、笑顔の、ありがとうございます、笑顔の綺麗な方でね、あ、さようならなんて言ってくれてるのね。もう88、56、そればっかり言ってるよ。素晴らしいですよね。だって3カ国語だよ、君。君英語は？じゃあ女優さんだから英語の一つは。だって別にハリウッド行くわけじゃないからいいんです。いいね。ドンとウォーリーを探せ。ババハーバーナイスで。何と。いろいろ。英語はでもね、これからはやっぱ喋れないじゃん。スペイン語ってのなんかちょっと情熱的な感じがするね。しますね、なんとなくね。な、スペイン語喋れる。スペイン語はアディオスとか。アディオスじゃないんじゃないの。スペイン語はダスビダニアじゃない、違う。ガスパー人か、わかんない。スペイン語あるんだよ。あるよ。スペイン語はトワエモアか。え、それは君と私か。もうあんまり喋れない方がいいかもしれない。バカ丸出しになっちゃうよね。スペイン語で私の名前はなんとかです、意外と言えないもんだからね。言えないでしょう、ね、ということでね、はい、時間も来てしまいました。お相手は高田純次と河合美智子でした。来週も東京パラダイスでお会いしましょう。さよなら。